奴らに気づかれただろうし、早くここから離れた方がいいわ。確かに。行くよ。オッケー。水は門の方に流れてるから、水路をたどっていきましょう。そうだね、先行くよ。町を浸水させて秘密を守ったのね。兵士は自分たちが踊りだって知ってたのかな。時には味方も欺かないと。確かにね、味方がついてこないと始まらない。アサーブは何でも打ち明けるタイプ。ああ、ありえない。何も。大丈夫？あ、ええ、うわ、鼻に水入った。楽にしてあげようか。平気。見ろよ。あともうちょっとだ。伏せて。アーモト、この時計見ろよ。町のジジイから奪ったんだ。あのジジイ、抵抗しやがって。ああ、覚えてるぜ。疑ってんのか。キーバーはどこにある？なあ。オッケー。ともかくよ。あなたは左を。時計じゃ満足できない。なんだ。結果オーライ。悪いわね。多分もっといるはずだよ。え。上見て。よし、完璧。これで静かになるね。
わかんないわ。少なくとも逃げられたでしょ。出口あるといいんだけど。ねえ、あの床にあるの何だと思う？嫌な感じ。これ見てよ。流れてたのは水じゃない。ああ。こっち、通れそうよ。かわいそうに。そう？拷問されるよりはこっちの方がマシじゃないか。確かにね。で、出口はどこにあるの？上見て。聞こえた？ええ。ああ、水路見っけ。こっち、隙間が。芝の目か。
さすがだな。こっちは丸一週間探し回ったもん。あなたの専門家、センスないんじゃないの？かもな。かつてホイサラの詩人が若き王についてこう語った。王の慈悲深さが儀式に終止符を打ったのだと。だが古き王たちは心得ていた。発展には犠牲がつきものだと。部下にもそう教えてるの？そうか。ところでこの王国では戦いを拒んだ者は見せしめにされたそうだ。その生贄の血がこの都を流れる水路を真っ赤に染めたとか。私の円盤を返して。さあ来い。それは一体何という技だ。ムカつくやつ殴る技。滑る。のぼせ上がるな。痛かった？来なさい。相手にもならんな。遅すぎる。いいか、民を征服するにはまずは混乱させねばならん。ちょっと、この国の内紛を扇動し、若き王のような弱者どもを排除する。まずはお前からだ。大丈夫？多分ね。ほらゆっくり。うっそ。くそ、サーブが円盤を。ほらしっかり。早く行かないと。ほらいいから、落ち着いて。平気そうかい？こんなの序の口よ。だろうね。無事でよかった、あなたが二人いるように見える。いるよ。それじゃ円盤奪いに行きましょう。それと銃も。はいはい、銃もね。まあ確かに、アサーブは確かに危険な男ね。その見た目からは想像つかないけど。だろ、奴の思惑通りさ。あのメガネもどうせ伊達メガネだよ。硬派か秀才の不倫？両方。実際賢い。あいつ前は医者だったしね。儲かる仕事を捨てちゃったの？それが正しいことだと思ったんだろうさ。ねえ、本当に平気なの？全然平気よ。ちょっと休めば問題なし。
こっちよ。ゆっくりね。開けるとしましょう。そうみたいだね。嘘っていうより牛ね。あれがナンディ、芝の門番よ。きっとあそこが古い都の入り口。水路の仕掛けで登場。そう。あ、くそ、アーサー部が入ってったよ。それじゃあさっさと向かいましょう。いや、どうしたの？サム・ドレイク、専門家ってサム・ドレイクだったの？ええ。ったく、まあいい、好都合だね。二人とも殺せて一石二鳥。ナディーン。何？何？サムのおかげで私たちここにいるのよ。ちょっと冗談だ。私が誘ってサムは先に出発して円盤を探しに行ったの。でも音信不通になったから心配して。あの島で起きたこと知ってて私を巻き込んだって。あなたはアサーブのことをよく知っていたから。あなたに、あ、うん、何よ、手加減なし。いや、したさ。ねえ、いい？ナディ、契約は契約よ。分け前はちゃんとあげる。ええ、どうせ牙を手に入れたら私を切り捨てるんだろう。私はそんなことするような。いや、嘘だね。そんなことするような女さ。信じたのがバカだった。待って、サムのことは話すつもりだった。本当よ。ただ物にはタイミングってものがあるで。あ、そう、ちょうどダイエットしたかったし。追いかけなきゃね。